武部が持ってた。今から取りに行くんだけど。わかった。ちょっと渡る、総会は？そんな在宅勤務、労働基準局が。いや、それはないけどさ。これで残りどれだけ？クリスマスに間に合うといいね。クリスマスパーティーには来てくれるよね。わたる、どうしたの？シズも頑張るよ。だからミアを迎えに行こう。大変申し訳ございません。お嬢様は本日も体調が優れないとのことで。そうですか。ほんのちょっとでも顔見れないかな。せっかくのクリスマスイブなんだし、一言だけでも。それが皆様に合わせる顔がないと。あ、いえ、病気がうつるといけませんので。伝染病？そういえば病名は？それはそのなんちゃらわずらいってやつでしょ。そりゃうつられたらいろんな意味で困るだろうね。ちょっとどいて。あのこれは。今日はクリスマスイブですから。それは存じておりますが。つぐみ寮でパーティーやるんです。これはそのパーティーのごちそうのお裾分け。ちょっと分量間違えて作りすぎちゃって、ミアちゃんの分だけ持ってきたんです。これがケーキ、セイリの持ってるのがチキンで。全部海のお手製だから味は保証付きですよ。これだけ食べれば病気もすぐ治ると思います。これだけとおっしゃられても、この量は。あ、ミアちゃん一人で食べきれなかったら、お屋敷の皆さんも召し上がってください。我々を含めても到底。さ、まずは家の中に運び込まないと。すいませんけど手伝っていただけます？はい。ただいま家の者も呼びますので、しばらくお待ちください。生物もありますから、お早く。
しばしお待ちを。さてと。私たちの役目はこんなとこ？さ、これ片付けたら寮に戻るわよ。そうですね。まだ本物のクリスマスパーティーの準備が残ってるし。なんですか？これは。クリスマスパーティーのごちそうとのことで。そんな気分じゃないですよ。滝村さんだって分かってるじゃないですか。申し訳ありません、お嬢様。それが。つぐみ寮の皆さんが間違えて作りすぎたのでお裾分けとのことですが。こんなにたくさん間違えるわけないですよ。だってつぐみ寮には海先輩がいるんですよ。私もそう思います。それってどういうことなんでしょう。私にはこれ以上のことは、とりあえず置いていきますので、気が向かれましたらお召し上がりください。こんなごちそう見たくありません。しかし。だってみんなで食べなくちゃ美味しいわけないじゃないですか。ああ。こんなの卑怯です。絶対直子先輩の考えた泣き落とし兵糧攻めに決まってます。ではどういたしましょう。処分いたしますか。そんなことできるわけないじゃないですか。このごちそうにどれだけ海先輩の愛情がこもってるか知ってるんですか。それは完璧な作戦ですな。これじゃあ仮病使ってる私がただ一人嘘つきの極悪人みたいです。やだ、いい匂いがする。それではこのまま失礼いたします。それでその。今のお嬢様には大変お伝えしにくいことなのですが。なんですか。つぐみ寮の皆様からのご伝言です。お嬢様の体調が良くなってつぐみ寮に戻ってきたら、もう一度クリスマスパーティーをしましょうと。失礼いたします。しずちゃんと美味しいねって言いたい。
リミア先輩の食べっぷりをみんなで笑いたい。さゆり先生の大人げなさをみんなで笑いたい。ナオコ先輩にいじられてみんなに笑われたい。そして、あの人に叱られたい。いじめられたい。どんくさいどんくさいって、すっごく優しい目でコツンって笑いたいです。
ゃったんですか？先輩、言いましたよね。今の私は肯定できないって、認められないって。なら、もう一度聞きます。何のためにいらっしゃったんですか？先輩は大事なクリスマスの日に嫌いな女の子をお誘いになるんですか？先輩が私をです。私のことを認めないってことは嫌いってことじゃないですか？動物みたいな先輩、釣られませんよ。
抱っこですか。先輩が私をそんなに好きじゃなかったからです。今の先輩は急に私に逃げられそうになったから口先だけで甘いこと言ってるだけです。私を放っておいたくせに。ですか？時代も環境も違いますよ。私のために島を捨てるつもりなんですか？
ほら、ほら、全然ダメじゃないですか。私と一緒に歩いてくれる人は、先輩みたいに自分勝手で傲慢な人じゃないんです。それは、私をいじめたりしない。私をバカにしたりしない。勝手にどんどん先行っちゃわない。抱きついても思いっきり振りほどいたりしない。先輩は全部逆のことしてました。どんくさいって罵ったりしない。叩いたりしない。蹴ったりしない。頭突きなんかするわけがない。いじめた後、突然キスしてくれたりもしない。すごく乱暴な言い方で、好きだ好きだって囁いてくれない。思いっきりジンジンくるくらいに抱きしめたりなんかしてくれない。私のそばにはいるんです。私は将来その人のものになるんです。その人に抱かれながらいつも先輩のことを思い出すんです。ほら、邪魔は見ろですよ。なんで笑ってるんですか？と言いながら妙に嬉しそうですよ。そういう自信満々なところが我慢できないんです。先輩は超勝手です。私を見下してます。先輩、
待ちなさい。お嬢様をどこへ連れて行くおつもりで？滝村さん？こんな夜遅くに、しかも不法侵入までして非常識ではありませんか？滝村さん、いいんです。もういいんですよ。先輩は、その、私のところに、帰ってきてくれて。だから、もういいんです。今だって、つぐみ寮に帰るだけで。お嬢様、そういうことではございません。え？先輩？これは、お嬢様のご意向とは関係ないのです。滝村さん、六条家にとってこの方がどういう意味を持つのか、それが問題なのです。ええ、あなたはお嬢様に近づく不貞の輩となりました。そんなどうしちゃったんですか、滝村さん。先輩まで。今日のところは見逃します。まだ夏休みですから。しかし今度はありませんよ。あなたのことは本家にも報告します。夏休みが過ぎれば二度と近づくこともままならぬと覚悟しておいてください。